はい、どうも、さっくんです。今回はですね、ちょっとね、変わった大回りの旅をしたいなと思いまして、でこちらにこのように南海ナンバー高速バスターミナルというのがございます。でこの先に一応バスの、乗り場があるんですよ。で今回乗っていきたいのはね、ここからですね、大阪湾をね、周遊する旅に出たいと思います。もちろんこのバスターミナルに来てるということはね、バスに乗るというわけです。で今からこのバスターミナルからどこへ行きたいのかと言いますと、徳島へ向かいたいと思います。南海バスで徳島みたいなと思うんですが、この南海バス、実は徳島へ、ね、結構アクセスを特化しておりまして、他のバス会社と共同で結構徳島行きというのが走っております。南海バス路線の、徳島路線ということで、とりあえずチケットをね、買いに行きたいなと思います。でチケット売り場はこの奥なんですよ。こっちじゃないんや、こっちやね。こっちはホテルとかかな、多分。だからバスターミナルというのはこの奥になっております。はい、ということで、難波のバスセンターにて、大人これ2枚なんですけども、一応買ってきました。今日ね、同行する人がもう一人いまして、その人が、仕事終わりに、この難波にやってきてくれるということで、ちょ先にね、このバスのチケットを買ってきました。こんな感じなんですね。一応9時50分発、106便の、1号車で何台走ってんねんって話なんですけども、それの 11D 一番後ろの座席を取りました。こんな感じ で運行会社が、徳島バスということで、南海バスではなかったんですが、一応南海とこの徳島バスっていうのは、これがね、共同運行をしている路線ということで、これで、乗っていきたいと思います。先ほどの、南海高速バスセンターの方からね、この5階をずっと通路歩いてきたとこなんですけども、一応南海のこのメインのエスカレーターのちょっと斜め上ぐらいに出ました。5階南海難波高速バスターミナル、3階がメインである北改札で、1階に降りると地下鉄、近鉄、阪神に乗り換えるこういうエレベーター、ここに突き当たりました。ご案内いたします。あれやね、ということで、今日もキア58さんとご一緒でございます。よろしくお願いします。おはようございます。また仕事の後で申し訳ない。対決ですか？対決はしない。今日はもうまったり行こう。今日はゆっくり行こう。よかった。なんか心配する。ボロ負けしちゃう。あんなに差をつけると思わなかったからね。うわぁ、対決か。ねぇねぇ、フルカラー、フルカラーの噂あるよ。てか新車やから。スーツが欲しいね。はい、あ、コンセントあれ、あ、よかったね。よかったわ、充電できる。
京都で赤いマジで赤いやんいう3番街の後は大阪駅前というバス停に泊まるそうなんですが、どの辺りに泊まるのか考えていたところ、大阪の西側の離れたところに停車いたしました。もし自分が大阪駅から乗るとしたら絶対わからない位置でした。まだ仮設のバス停なので、もしかしたら道路整備を終えたら大阪駅の目の前などにバス停を作るのかと思います。バスは阪神高速池田線に乗ります。この高速道路を通って伊丹空港などの横を通ります。伊丹空港が近づいてきましたが、ちょうど飛行機が着陸態勢に入っておりました。バスは阪神高速池田線を一旦降りて一般道を走り、高速道路の中国道にまた乗り直しました。この阪神高速池田線と中国道はつながっておらず、一般道を通らざるを得ない昔からネックな区間になっております。中国道のこの区間も大規模なリフレッシュ工事を終えて、あとは真ん中のレーンがきれいに整うだけとなっております。以前は真ん中の方に大型の重機などが止めてありましたが、現在はこのようにきれいに整備されて、もうすぐ完成といったところまで来ました。順調に走り、渋滞で有名な宝塚トンネルまで来ました。昼間の時間帯はあまり渋滞することはありませんが、これが夕方になると大阪方面に向けて勾配の影響で渋滞がどんどん発生していきます。しかし今は新名神高速道路がありますので、そちらに迂回して高槻から名神高速に乗るという手段もできましたので、最近は大きな渋滞は聞きません。有名なところである西宮なじよパーキングエリアのところまで来ました。このパーキングエリアで食べる牛串は絶品です。マイカーで行った時は絶対泊まり、その食べ歩きできるものを買って食べます。バスは神戸ジャンクションから山陽自動車道に入り、三木ジャンクションから一気に南下していきます。そして山陽道の上を阪神高速北神戸線という道路があります。中国道から西宮山口、そしてその北神戸線を通っていくと、山陽道を通らず一気に有馬温泉側からこの伏せ畑辺りまで抜けてこれるのですが、やはり料金的に中国道と山陽道を通ったのでしょうか。少し大回りになり時間はかかりますが、運転手にとっても分かりやすいルートだと思います。もう間もなく第二神明北線と神戸淡路鳴門道、山陽道をつなぐ玉ねぎのような形をした垂水ジャンクションを通過します。なんと神戸線や第二神明から来た車は一車線でジャンクションをぐるぐる回り、先ほどの大きな料金所に絞られてこの三車線の神戸淡路鳴門道に入ります。トンネルをくぐるといよいよ明石海峡橋を渡ります。この下には JR の舞子駅とここの高速バスの停留所が連絡しているそうです。しかしこのバスは停車しないパターンのバスでした。一部大阪難波発の徳島駅で舞子に停車する便もあるようです。この日は風が強く、バスが右へ左へとても揺られて怖かったです。
気も快晴で、この日は大回り日和だと思っていたんですが、この後徳島へ着いて和歌山港までのフェリーで、まさかあれだけの荒波を味わうとはこの時は一切思ってもいませんでした。この明石海峡橋は1995年の阪神淡路大震災の際、道路橋を架ける前の時に震災に遭い、地殻変動により橋自体は1メートルずれてしまって、自然と1メートル全長が伸びてしまったそうです。震災にあっても1メートル伸びるだけで普通に橋を架けれるという日本の技術は本当にすごいです。そして淡路島に上陸しました。そして上陸してすぐに淡路サービスエリアがあります。こちらには観覧車があります。そして明石海峡橋を渡ってきた後の瀬戸内海を一望できるサービスエリアとして有名です。この先の淡路インターチェンジを降りてすぐに二次元の森というテーマパークがあります。アクセスは自動車ぐらいですが、ユニバーサルスタジオジャパンの次に有名になるようなテーマパークとなっています。それを超えるとすぐに2車線に減少。ゴールデンウィークなどの繁忙期を除けば、大体ここからは2車線で十分な場所です。正月やお盆だと明石海峡橋は大混雑しますので、この区間から北側は3車線でも足りないぐらいの交通量になります。バスは順調に淡路島を南下、そしていよいよ最後の吊り橋、鳴門大橋を渡ります。この吊り橋を渡りきってすぐのところのバス停に停車。なんだかんだ降りる方はいるようです。先ほど通りました明石海峡橋とこの鳴門大橋の開通により、本州から船による淡路島や四国への連絡が高速道路での移動になり、この後乗る南海フェリーやその他の廃止や減便に追いやられています。2つ目のバス停に停車するようです。なんとこのバス停でも下車するお客さんがいました。やはり鉄道を使って新幹線で岡山瀬戸大橋を渡って高松、そして特急列車で徳島となると、このバスよりも運賃が高くなってしまうので、このバスの需要はとてもあるようです。高速を降りてしばらく片側3車線の大きな国道に出ました。地図で見ると徳島駅にはあと15分ぐらいで着ける場所までやってきました。なんとこの場所にもまたバス停があるようです。そして停車ボタンにはランプが光っていましたので、やはりここでも下車するお客さんがいらっしゃるようです。いよいよ最後の駅、徳島駅前に向かいます。ビルが多くなってきて、いよいよ徳島駅前だなという雰囲気が出てきました。ここで勘違いしてはいけないことを思い出しました。この旅は徳島旅行ではなく大阪湾周遊旅です。なんと徳島駅はただの寄り道だけであって、徳島に滞在する時間はほとんどありません。このバスは徳島駅に12時50分定刻に到着するわけですが、なんと次の和歌山港行きのフェリーが13時25分発ということもあり、徳島滞在時間約30分しかないということになります。徳島駅の駅ビルが見えてきました。しかしこの徳島駅に滞在している時間は全然なく、なんと徳島港駅の路線バスもこのバスと到着したと同時に出発してしまいますので、残念ながらこの次はタクシーを利用します。タクソに乗るか乗るかいや怖いわ、フェリー乗らなかったら痛いから。徳島へ到着いたしましたが、すぐのあの大阪方面、なんかあれはリスク高いのでやめます。
小型ので行きます。これに乗りますもん。ということでキア58号、はい、楽しんでください。徳島ありがとうございます、はい、気をつけて。ということでまた明日マジかまた明日はい、ということでではどうもありがとうございました。了解、すみません、徳島港までお願いします。はい、ということで南海フェリーの徳島営業所弾丸ツアーでございます。続きましてね、この20分後にはフェリーですね。あ、すいません、大人一人で、はい、はい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 、即帰ります。せっかくね、徳島、四国に来たというのに、もうすぐ帰ってしまいます。おはようございます、はい、さあ、乗れました。どこがいいかな。なんと追加料金500円で座れるグリーン券を買いました。そしてこのグリーン席に上がる階段がこちら、赤い絨毯の階段になっています。この赤色の仕様に優越感を感じます。そして飛び入りで座れるということで、このようなご予約席という紙を置いて席を離れる際に使用します。山港着いたらこっちに出るんですね。はあ、すごい。うわ、めちゃくちゃ潮風が。あ、でも気持ちいいな。ちょっと船内であんだけ揺れてたらちょっと気持ち悪くなりきて、ちょっと出ました、そこに。いやー、でも外の方がいいかもね、これ。船内おったらちょっと気持ち悪いわ。あ、これ出て外の方がいいわ。いやー、やばかった。あの、せっかくグリーン席あのに、もうね、あの、奥の一個隣に座ったおじちゃん以外全員多分ね、外に出てると思う。しんどいわ、船内は。あれ見てくださいよ、めっちゃ揺れてるもんね。あんだけ白波立ってたら絶対これ気持ち悪くなるわ。よかった、すごい、めっちゃ斜めなってた。おー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 、すごいよ、すごいよ。一応ね、僕船内で、あの、次に乗る特急サザンを取りました。あの、サザン連絡なんですよ、このフェリーがね。まあ、サザン連絡と言いましても、和歌山港から出てないサザンなんですよ。
和歌山始発のサザンに連絡ということで、一応和歌山港から和歌山市まで普通車が一応ピストンしてるわけで、その普通車とこのフェリーは直接的には連絡しておりまして、絶対そのサザンには間に合わせれるようにこのフェリーも頑張っております。ちょっとね、波が強すぎる。あれ見てください、すごいわ。こんなに波立ってたらこれ船内でいてられんすよ多分。皆さんよう寝れますよねこれ。多分船酔い者続出じゃないますかこれやばい時に乗ったな。最初のね、徳島港出た時は全然大丈夫だったんですけど、すごい、時刻は2時4分、まだ1時間30分ぐらい乗ります。まだまだ乗ります。すごいな。あ、でもこっち向きで風浴びてたら全然気持ち悪くない。これたらいけるわ。いやー、あれ船内は僕無理やな。すごい波立ってるもん。やばいこの揺れはこれ僕そんな室内無理やわ。いやー、いや船乗るのはね久々でしたけど、やっぱこの瀬戸内海と違って太平洋にね面してる方はすごい波が強いわけです。めちゃくちゃ波強い。昨日までちょっと雨が強かったので、もしかしたらその影響もあるかもしれん。しぶきがめちゃくちゃ飛んできてるわけです。もう僕もねだいぶね顔にかかってます。めちゃくちゃ顔にかかってますこれえつないぐらい潮風浴びて波しぶきを浴びておりますめちゃくちゃ。いや男やからね何も気にせずこうやって乗ってるんですけど、多分ね女性の方だったら絶対これね化粧荒れて髪の毛ねガッサガサで、多分この船降りたら気持ち悪なるやろなと。これは多分ねこれ男がこうやって気にせずね乗ってるんですけどこんな後半にね多分女性の方行かれへんと思います。すごい波しぶき今日は。髪の毛を気にせずこんなもん平気やっていうね方だったら全然いいと思うんですけど、これはすごい波しぶきがえげつないぐらい飛んでくる。意外とね乗船してる方外に出てこないですよね。これは僕無理やわ。船慣れしてるんかな。船に慣れてる方が多いんでしょうね。いやこうやって見ててもすごい斜め向いてるよねすげえこう向いてるんですよ船がこう傾いてるわけですだからねこの進行方向右手からの波をだいぶ浴びてるわけです。だからね、船体自体も左に傾いてるわけです。すごいわこれ。これをね間近で見ながら乗ってたら多分ねしんどくないんですよ。だから船の中でこのどの傾きか分からずに乗ってたら絶対気持ち悪いと思う。だからこの辺にこうやって乗ってる方がいいと思う。
これやったら大丈夫。遠く彼方にあるあれ何やろ、淡路島かな。多分先ほど通ってきました、淡路島が見えてくる。淡路島に向かって波がどんどんね押し寄せていってるのが分かります。おーすごい、おーすごい、右へ左へ船体が戻ったけどまた左に行ったという。おお、これは僕船内におったら絶対に寄ってるやつや。よかった。もう船のねこの知識とはないんですけど、だからこうやって見てるとねこの自然の波の影響を浴びてるのがすごい分かります。これ皆さん本当に大丈夫なのかなってくらい波が右から押し寄せてるんですよね。めっちゃ分かるこれ。だからそのためにね船も減速してるわけです。だからそれを浴びるのをねちょっと恐れてるのでしょうか。ちょっとね船の速度もね若干下げてこう波にぶつかってるんでしょうかね。いやーでもこれはね普通にジェットコースターとかのアトラクションよりうわこっちの方が楽しい。こっちの方が僕は楽しいな。でもね、もし船が止まってここで停泊してる方がね、もっと揺れるんでしょうね。10分ぐらいしたらね和歌山港に着岸すると思います。まだ僕の体調は悪いままです。あーこのままサザン乗れるんでしょうか。すげー傾いたまま。この撮影の時に声も出ない方が気分が悪くなってしまいます。頭に血が上っていないほどの頭痛を伴い、指の先も血が回っていないほど痺れを感じました。完全に船酔いしてしまいました。まだこうやってね火が出ててこの船のこう傾きが見えたら全然マシになってきたんですけど、ちょっとね血が昇ってきてるんですよね頭に。すごい、ね、手がね真っ青、今現在手が真っ青でございます。で多分ね顔を剃る余裕もないんですけど、顔おそらく真っ青だと思います。これはなかなかね大海原でチャレンジしてしまいました。すごいわ。あ今度は右に傾く、右前へ傾いて
全然あの予測のできない動きをしております。これ船内の方ほんと無理やろな。いや僕みたいにね、あの鉄道以外で乗り物用意する人絶対無理やと思う。これいやこれよかった、画面越しで見ていただいてるだけでも多分やばいと思う。これはなかなかの揺れ方ですよ。これ今度また右にこう、右前へ今傾いてますからね。いやもうすごい、もうまだまださらに右へ傾く。すごい、本当にもうジェットコースターより面白いわ。見えてまいりました。よかった。いやまだ右で傾く。すごいよ。あ、やっと放送流れた。あ、ちょっと減速しだし、今度左に傾いた。こう傾いてる。あー、すごいわ。あ、あれな、和歌山港のもうそろそろ岸壁だと思います。見てきた見てきた。これもう降りる準備して待っとこうか。もうグリーン席全然堪能できなかった。あー減速してるわ。すごいな。一回戻りたいと思います。が見えてます。次はあれです、南海電車に乗ります。次はこのフェリーね、南海電車と連絡してるわけです。なのでね、乗り換えもスムーズだと思います。結構スムーズにこの電車への接続アクセスはできると思います。まあ、あの着岸用のロープが接続されまして、このまま引っ張っていくと思います。15時39分。
から来たこの普通列車がまもなく到着する時間と思われます。まあ全員電車のお客さんじゃないと思われますが、まあ、車の人もいます。車も何人かいますので、あえて次のこの折り返し徳島行きの便に乗るためにあえて車も待機してるわけです。だからあれぐらい需要はあるんですよ。だからね、もしかしたら電車の人ばっかりじゃないかもしれない、車の人が多いかもしれないですね。電車に乗るわけですが、今度は和歌山高専に出稼ぎで来ているめでたい電車かしらに乗車します。どんどん家族を増やしているめでたい電車ですが、メインの運用は加田線でして、このように運用の合間で和歌山港と和歌山市を結ぶだけのワンマン列車にも運用されます。難波からバス、そして徳島からフェリーに乗り継ぎ、ようやく折り返し地点の和歌山港を電車で出発。ここまで2つの乗り物を乗り継いでくると、鉄道はなんて安心な乗り物なのかと感動してしまいました。ことことと和歌山港線を走っていきます。この区間にはもともと3駅がありましたが、乗降人員の減少によりその3駅は廃止。この元々からピストン輸送していた普通列車も和歌山港と和歌山市をノンストップで走るようになりました。5分ほどで和歌山市駅に到着です。ここでは16時ちょうど発の特急サザン難波駅に乗るため5分で連絡です。ここで特急券を買ってる費用は絶対ありませんでした。フェリーの中で酔いながらも特急券を買って良かったと思っています。乗車するのは1番系サザンです。自由席車両の7100系との一番近い車両4号車の一番和歌山側の座席を取りました。この席を取ると難波行きだったらリクライニングを全開で誰も気にせずに倒せるからです。ラストスパート特急サザンで約1時間和歌山市から難波まで乗車します。特急券を取らず自由席の7100系に乗っているとおそらく座席は空いてなかったと思います。
和歌山市を出てすぐ紀の川橋梁を渡ります。この橋の少し上流のところにあった古い水道管が破損し断水になった話は最近の話で、その水道管を支えていた柱が錆びて老朽化し支えきれずに水道管が外れてしまったということです。列車は最初カーブが動く、そこまでスピードは出せませんでしたが、直線区間に入るとやはり100キロ前後で走れますので、やはり鉄道は安心安全な乗り物なんだと思います。先ほどまではこの海の向こう側淡路島を走っていたんですが、まだ信じられません。列車はあっという間に大和川を渡り大阪市内まで帰ってきました。最初に乗ったバスも渋滞なく定刻でバス停に停車していき、また徳島港から乗ったフェリーも荒波に打たれながらも定刻で和歌山港に着岸。そしてこの南海電車の特急サザンも定刻で出発し定刻でこの難波に到着です。南海グループの公共交通機関だけとは言わず、日本全国の公共交通機関は本当に正確な時間で運転されているなと感心しました。ナンバーを朝9時50分に出発したこの大阪湾の大回り弾丸旅行、16時58分定刻にナンバーに滑り込みました。時間の都合上これだけ弾丸の旅になりましたが、一つでも遅れていたらこの時間ぴったりに着くことができていません。ということで到着いたしました。朝バスを乗りました。南海難波駅に帰ってきました。このように大阪湾をね、周遊するようにちょっとね弾丸ツアーでしたが、いかがだったでしょうか。まあ第二の手段として考えていただいた方がいいと思います。もうこれをメインとするのはちょっとしんどいですね。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、ツイッターやブログ、インスタもやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。